これ見えますか？今日は自撮りのビデオで投稿します。ミニラッパを音色を聞いていただきたいんです。実は10年くらい前に市ヶ谷を歩ってる時にラッパの音が聞こえてきたんです。豆腐屋さんの服、あのラッパの音です。若い女の子がリアカーを引いてラッパを吹いてきました。東京でこんな豆腐の引き売りなんかあるんだ、驚きました。そしたら築地から来るんです。アルバイトです。オフィスビルもいっぱい建ってるようなところで、大変ですねって言った。ミニラッパーもありますよっていうので、じゃあくださいと言って、その市ヶ谷の後飯田橋だと思うんですけれども、やはりそこの路地で偶然また再会しました。ラッパーの音が聞こえてきたので、そんなにたくさん引き売りしているとは思えないので、またあの子かなと思って来るのを待っていたら、あの子でした。1ヶ月か2ヶ月ぐらいの間だったと思うんですけど、その間に違う場所でまた出会った。それから10年経ちまして、またネットで、たまたま出会ったというわけで、豆腐屋あこさんだっていうことも分かったのは、なんかとっても嬉しい感じがします。豆腐屋さんの話題が出たもので、引き売りの豆腐屋さんのことを思い出しまして、豆腐屋引き売りで YouTube を調べたんです。若い女の子が引く YouTube の動画がありまして、ああ多分この子じゃないのかなと思ったんですね。築地野口屋って書いてあるので、築地から来ると言っていたので、ああこの子に間違いないなと思いました。野口屋さんの Facebook があったんです。いいねをしましたら、今日ご本人から友達リクエストが来ました。してミニラッパも大事にしてくださいね、まあそんな、メッセージがあったので、あ、これあの時の彼女だと思いました。ミニラッパを机の中にしまっていたので、探して、見たらありました。そして吹いてみました。そしたらなんと、ビデオから聞こえてくるあの本物のラッパの音と同じ音色なんです。ラッパはこれです。ちょっと光っちゃって見えないかもしれないですけど、築地野口屋って書いてあるんですね。ではこれを吹いてみますね。さてどんな音がするか。なんかいい音でしょ。懐かしい音です。60年くらい前になりますけど、僕が小学校の頃、夕方になると豆腐屋さんがリアカーを引いて、自転車でリアカーを引いて、こういうラッパの音を鳴らしながら、家の前を通るんですね。そうするとうちのおふくろが、あれ買っといで、あれを買ってきとくれ、あれを買ってきとくれなんて言って僕にボールを渡すわけです。で僕はその豆腐屋さんのところに追っかけていって、お豆腐くださいって言ってボールを渡すと、豆腐屋さんはリアカーの、豆腐の入っている
水槽っていうんですかね、 木でできた、水槽から、豆腐を取り出しまして、自転車の後ろに木の箱を5段ぐらいこう重ねたような箱がありまして、でそこからあの引き出すとそれがまな板になるんですね。でそのまな板に豆腐を置いて金色の包丁でトッとッとッ、豆腐ですから軽く押すだけで切れるんですね。で豆腐を切ってくれまして、持っていったボールに入れてくれるわけです。この豆腐屋あこさんもうその後もずっとやっていまして、今もやっているんですけど、町のお年寄りさんとかそういった、方々とのつながりがもう16年続いているということで、すごいなって思いますし、なんかあったかい感じがしていいですよね。今はスーパーで買ったりコンビニで買ったり、あの便利でいいですよね。いいことだな、それはそれでいいことだなと思うんですが、でもこうやって引き売りで売り歩く、でそれを待っていて買って、その日の、その時に豆腐屋さんと買いに来た人がまあ毎日来てるわけですから、さりげなく、今日元気ですかとか、暑いですねとか、なんかそういうお話をするだけでもなんか楽しいなって思いますね。それは今そういうのがなくなってしまったから単に懐かしんでるのかもしれませんけど、でも街を歩っていても知ってる人に会って、やーとかこんにちはとかっていうのもいいんじゃないかなっていつも思ってるので、これからそういう風景が出てくるというのは時代が進んでいく中で逆行してるのか分かりませんけど、逆に今そういうものを欲してるんじゃないのかなっていう、まあ、今風の新しい形を使いながら風ないい形で、人と人の触れ合いも、作りながらやっていくっていうのは、ひょっとすると次の新しい世の中の形になるのではないかなっていう気もするんですね。ぜひそうなったら楽しいなって思います。こちらの方に行って、見かけるようなことがあったら声をかけて、このミニラッパでもいいと思うんですけど、まだ売ってると思うんですが、買っていただいてですね、応援していただいたらいいのかなと思います。豆腐屋あこさんを応援してますよ。応援してくださいね。よろしくお願いいたします。